ヘアサロン、コモリ。さあ、始まりました。ヘアサロン、コモリ。美容師芸人のコモリヘアさんです。シリーン。さあ、本日のお客様。はい。ストレッチーズ高木です。ストレッチーズ高木さんです。お願いします。カルタさんです。そんなあったっけ？そんな自己紹介みたいなのあったっけ？ありました。さあ、始まりました。ヘアサロン、コモリ。あ、やってたっけ、はい、美容師芸人のコモリヘアさんです。シリーン。全然関係ないとこにやってなかった。こっちにもカメラ。あ、こっちにもカメラあるんで。もういなくなりました。おい、なんでカメラさんなんでオープニングだけ押さえるカメラ用意してんだよ。いいじゃないですか、そのこだわりなんで。いや、よくないですよ、人件費無駄だし。今日はちょっとここにゲストというか、うん、あの、この、見てください、虫を入れときました。うん、ただ入ってきてるだけじゃないか。ゲストです。ゲストなんかキャラ払ってます。マジでいろいろちょっとやっていこうかなと思って。このチャンネルも。あ、このチャンネルも。はい、ここ虫飛んでた方が面白いじゃない。面白くねえよ。それ価値観だから。違う、すごい一概に否定されるとな。うん、いや、虫見たくてこのチャンネル見たやついないから。蝶々とか飛んでったら可愛くないですか。うん、いや、でも気にはなるだろ、普通に。なんで蝶々飛んでんだろうってなるだろ。それがいいんじゃないですか、気にして。よくないよ、それ。なんかすんごい斜めじゃないですか、こっちだけの。お前が切ったんだよ。いやいやいや、そうですね、久しぶりだからごめん。僕もカンタさんだけをやってるわけじゃないんで。ごめん、あの、そんな風に言うつもりもなかったよ、俺が。お前がやったんだよとか、そんな風に言うつもりはなかったけど、ついつい反射でそんな感じの言い方しちゃったけど。僕が傷つけてしまったんですね。ちょっと本当にね、いや、いろいろ、考えたんですけど、アシンメトリーでね、前回切らせていただいて、切ってもらって、はい、やったんですけど、非常に評判が悪く。いや、僕が気に入ってたし、はい、全然、その、いいという声ももちろんいただいてたんですけど、はい、そのね、単純に、ちょっとなんか、その、あんまスーツに合わないっていうところがちょっとありまして、うん、いや、全然その、はい、良かったんですけど、ちょっと、好評でした、YouTube 見てる人も。あ、本当？似合ってるみたいな。ちょっとやめようかなっていうのは。じゃあどういうスーツにするんですか？スーツ変えねえよ。え？髪型変えようって言ってんだよ。髪型をってことですか？そうだよ。え、これ。足目は？足目をちょっとやめようかなっていうことまでは決まってる。え？長年、キャラ付けした足目がもう。そんなことないよ。一回だよ。一回だよ。その、はい、やめられるように、やっぱその12分に伸ばしてもきたし。いや、ちょっと見ていいですか。うん、それどうなの？ちょっとこれ、この間アシミにさせていただいたと思います、思うんですけど、うん、それでこっち長めになって、こっちは短めって感じじゃないですか。うん、なんで、うん、こうすると揃えるには、うん、まあ、足目にしかできないですよ。そう。足目になっちゃって。一生一生そういう、まあ、タトゥーと一緒ですからね、足目って。そうだったのかよ。銭湯にも入れないですし、ね。銭湯にも入れねえ。どんなにタトゥーと一緒なの？プールも行けないですし。言ってよ、じゃあ。老人からも。する前に。老人からも嫌な顔されますし。そんなにタトゥーなのかよ。はい、じゃあ、ここ短くするのはどうですか？何が？ここ短く、こっち短くして、こっちはもう切らない。で、足目になるだけじゃねえか、どんどん。なんでどんどん足目になっていくんだよ。逆でしょ？で、株価みたいな感じで、ここチャートみたいな。嫌だよ。いじるなよ、うん、あんまり。俺の前髪で。じゃあ、もうシンプルな感じにしますか？爽やかな。爽やかな、シンプルな感じにしてもらっていい？じゃあ、なんかちょっと、かなりノープランで来ちゃったけど。うん。うん。この、そうね。そう、うん。スーツに合わない。まあ、スーツ。そんなことない？足目って。足目って一番スーツに合う髪型とされてます。そんなことねえよ。いや、だって就活生とかみんな。してねえだろ。見たことねえよ、足目の就活生。一番いいんだけどな。で、下ろして、下ろして普通に分けるぐらいの感じの、うん、ギャンにしちゃおうかな。ギャンが？ギャンにしちゃおうか。ギャン。そう、ギャンにしちゃおうかなと思って、下ろして普通に分けるぐらいのギャンにしちゃおうかなっていう。下ろしては爽やか系のギャンでいいですか？うん、ぐらいので、目にかかんないぐらいのね、ちゃんと顔は見えるぐらいの感じに。なるほど、分かりました。うん、もうお値段のギャンなんで頑張ります。テイスマンのギャンとして頑張ります。うん、ちょっと頼むわ。はい、うん、
頼りにしてるから、うん、ありがとうございます。いいギャンギャンって言った俺いや、ちょっと暑いな、これ。地球全体の温度を変えてもらいました。マジで？そんなことできんの？もちろん。やめた方がいいよ、それは。なんでですか？いや、その、いろんな地域あるから。ここの、はい、気温下げるぐらいだったらいい。まあ、全体のその、同じ温度にするわけじゃないんで。平均全体のそのところのその場所場所の平均を落としてるだけなんで。いや、西田ってだよ。うん。西田ってなんか、あるだろう、いろいろ。いや、大丈夫です。で大丈夫です。上も上手いことやってるんで。今日が初めてじゃないですか、その温度変えるの。そうだったんだ。そんなわけないじゃないですか。いつもやってんのか。この感じでだって、うん、初めてのわけがない。なんだよ。ちょっと水もないです、すみません。なんもねえじゃないか、ここ。ミニマリスト美容師なんで、なるべく極力。そういう感じしてるんだけど、水はあった方がいいんじゃない？わかんないけど。いや、水もその、有限ですからね。シュッシュするぐらいはさ、いるじゃん、必要じゃん。そっか、確かに。最近は新しいお客さん来た？いや、来ないです。え、本当に？いや、そんなことないだろ。その芸人でさ、その新しく子守が着ることになった人とか。いや、いないです。なんなんだよ。つまんないな。最近は動画も、森本さん、うん、南水の岡内くん、カンタさん、で、また森本さん。いや、本当にそうなんですよ。なんなんだよ、それ。え、宇野は宇野？宇野さんは、宇野さんやばいですよ。え？この間ちょっと、まあ、明日のこの時間空いてるみたいな。うん。まあ、そのパターンちょっと空いてない時もあるじゃないですか、当然。まあ、それはあるな。ごめんなさい、ちょっと空いてないですみたいな。うん。そうか、分かった、ありがとう。じゃあまた頼むわって言って、うん。なんか別のとこ行きますから。だいたいなんか普通だったらこう、ちょっと日程、じゃあ次の日とかはどうとか、ここどうみたいな。一発で。そう、どうしても切りたかったんだろうな、その日に。小森がどうとかじゃなくて切りたかったんだろうな。僕じゃなくてもいいってこと。そうそうそう。切れりゃいい。時間があって。悲しいですよ。そんな、まあでも確かにカンタさんみたいに絶対僕じゃなきゃっていうぐらい言ってほしいですよ。そんなことないよ。いやでも。感謝してるけどね、うん、気軽いつも支えてくれて、うん、でもそのやっぱあれだよね、あの言いやすい言葉で出てこないあれちょっとなんか病気の予兆かもしれないですよ。ちょっとね、その眠い、眠かったらいいですよ、僕。なんか病気の予兆だったら怖いなと。いや、眠いし、はい、その、すごい二日酔いだから。そんなテレビ番組の前とかに二日酔いすることあります？これテレビ番組って呼んでんのかよ。テレビ番組ではねえだろ。番組ではあるけど。テレ東で流れてるの。流れてんのかよ、これ。テレ番組じゃないですか。じゃあテレ東で流れてんの？他の番組は何？ごめんごめん、じゃあ知らなかった。こうやってテレ東で流れてんだったらテレビ番組。でも知らなかったから俺テレ東で流れてること。いや知らないって。テレ東で流れてるわけないと思ってたから。あ、そうなんだ。うん、そうなんだ。それだから佐久間さんがここにいないからですか？ちげえよ。俺テレ東の番組全部佐久間さんがいるかどうか判断してねえよ。うん。テレ朝でもね、流れるからちゃんと番組は番組ですよ。いや、そうだとしたら番組だけど流れねえだろ。テレ朝のテラサでも流してる。なんでだよ。テレ東じゃねえのかよ。なんでテレ東で放送でねえ、そんな番組。だからこれがすごいんですよ。なんだその番組。あ、それは今テレ東で流れてないっていうのはここにカジさんがいないから。違うって。カ
サジさんにあんまテレ東のイメージないし。テレ朝に。テレ朝な、うん。違うよ。俺、カジさんがエラーテレ朝、高橋さんがエラーテレ東、それ以外は YouTube って思ってないよ。じゃあ、スタバにカジさんがいたら、それテレ朝じゃないんですか？テレ朝じゃねえよ。違うんだ。スタバだろ。あ、スタバなんだ。カジさんがかわいそうだろ、そんな。行く先々でテレ朝になってたら。あの人がテレ朝じゃない。スタバに行きたい時あんだからさ。でも俺スタバ行きたいんだけど、俺が行ったらテレ朝になっちゃうからスタバ行けないんだよみたいなことになったら、テレ朝支店になっちゃうんですよね、あの人が行ったとこが。やだろそれ、そんなことないよ。歩くテレ朝。佐久間さんと梶さんがこう飲み会したら、うん、それ何になるんですかね、そこは。いや、その偉いさんの飲み会だよ。プロデューサー同士の、うん、意見交換会だろ、多分。ああ、まあ、言ってますわ。わわ言ってます。そんなわわ言ってないよ。ヘアサロンコモリのオールナイトニッポン。どこで始まってるの？言ってます。あのオールナイトでもあるんで。オールナイトでもあるのかよ。ラジオも流します。だとしたらタイトルコール、そのこのタイミングじゃないだろ。もっとなんかガーンって盛り上がった時に言えよ。なんで一息。ああそういうことね。盛り上げてから行った方がいいけど、最近はまあここ1ヶ月はどんな1ヶ月過ごしました？もう1ヶ月、うん、なんかあったかな。いっぱいあったよ、その引き出し方。いっぱいあったよじゃないんだよ。ねえ教えてよ。なんかあったかな。じゃん、そんなねえけどな、別に。子供の運動会とかさ。誰と勘違いしてんだよ。いっぱいあったじゃん。今月は残念ながら何もなしで。いやいや、そんなわけないけど、いや、そんなわけないけど、まあでも、あれかな、でかい番組で言うと、Q サマーとかかな。キュー様、キュー様、ちょっと前だけども、はいはい、うん、キュー様の収録に行ってきたんだけど、はい、なんか見届け人みたいな、はい、福島が挑戦者で、なんか俺見届け人みたいな、いらない、なんか意味わかんないポジションでいて、本当はいらないやつ、本当はいらないやつで、なんかオンエア見てないんだけど、その多分一言も多分喋ってない、結構オンエアした収録中は頑張って喋るようにはしたんだけど。頑張って喋るようにはしたとはいえさ、はい、その俺なんかザキヤマさんの泊まりで、はい、見届けしてたんですか。その見届け人がザキヤマさんと俺とシュウペイさんで、そのなんかいいじゃないですか、均等の、どこが均等なんだよ。ねえ、誰だ、どういう客観視してるんですか。悲しいです。そ、うん、んなことないですよ。それでさ、チャレンジャーにさ、及川光博さんとかさ、はい、石原良純さんとかがいてさ。なんかどんどんガヤ入れちゃってくださいって言われてさ、入れられるわけねえだろ。誰なんだよ俺。こいつずっと誰なんだよみたいな目で見られてたし、藤本さんの代役がいなく、藤本さんのとこちょっとスケジュール合わなかったけど、俺じゃねえよ絶対ガヤ。何言いやいいんだよとは思ってたけど、若手ポスト、今若手のガヤって言ったら今そんなことないだろ。それどうしたんですか。歌えみたいな、うん、ほらほらよいしょとかピッチャーが言ってねみたいな、その野球のやじ入れんだよ。なんと勘違いしてるんだよ。いやいや普通に、はい、そうそう、もっともっとみたいな、うん、イエーイとか言ったりとか、ちょっといじったりとか、うん、そのだから芸人チームとかだったらまだちょっと言えることはあったけど、はい、石原良純さんにガヤとか言ってさ、面識もないですしね、うん、何やってんだよ良純とか言ってさ、あ、ちょっとごめんあの子誰みたいな言われたら怖いじゃん。言わないけどそんなこと。別にプライベートじゃないですから。、うん、っていうのはあったね。良純さんはでもすごい優しかった、なんか喋りかけてくれた、なんか、どこの馬の骨ともわからない見届け人のストレッチーズ高木に普通に話しかけた。そんなことはないですよ。辻君芸人も絶対見てますよ。見てないよ、さすがに。
ツイクル芸人って本当に意外とみんな見てないんだから知らないしなんか企画ものっぽいですね。名前がちょっと軽いから、そのショーレースの覇者っぽくはないじゃないですか。いや、そうなんだよな。なんかそのタピオカとかとそういう感じですよね。流行った飲み物、流行った芸人みたいな。いや、ちょっとわかる。なんか、あの年の、だからタピオカとストレッチーズって同じ並びに。いや、なんかさ、うん、ずるくない？そのさ、うん、髪型園芸大賞とかさ、ね、なんかかっこいいじゃん。受賞歴に入る、ね。受賞歴とか、うん、なんか、なんだろう、あと、ABC とかもそうか、ABC お笑いグランプリちゃんとなんか戦って賞レースのみたいな、なんか、はい、次来る芸人グランプリってなんかね、それはなんか誰か作家さんとかが、うん、なんかネットの記事とかで、うん、次来そうな芸人3位とかで1位になったんですよね、神田さん。いや違うね、ちゃんと予選から勝ち抜いてでフジテレビの生放送で審査員もいる中で優勝したのよ俺は。審査員はそのあれですよね、うん、だから、うん、ゆうきぽよとか。違うよ。そういうふわちゃんとか。でも、ぽいんだよ。次来る芸人って名前で聞くと、そういうやつっぽいんだよ。なんか、一般の女子高生100人とかで審査されてるっぽいんだよ、なんか。なんか、わかんねえけど。一般女子。次来る芸人って言われるとさ。記憶のじゃないですか、ちゃんと。っていうか、その、あれだったからだ。マジでその、ツイクル芸人撮る前に、なんだっけな、なんか夜のブランチかなんか出た時の、なんか若手が、その、何組か出てネタバトルするみたいな、なんかやつのコーナーのタイトルが次来る芸人だったからね。その、あんのよ、そういう、なんか。その普通ないですね、ABC の。そうそうそう。あるわけ。ワンコーナーで次。パクリともバレてない。バレてないし、知らなかった、多分。確かに。次来る芸人、なんとか何年かのチャンピオンです、みたいな呼ばれ方したら、うん、ちょっとなんでしょう、変化球の人が来たみたいな感じに見えますよね。じゃあ一発でちょっと、芸お願いしますぐらいの。そうだよ、俺あんな次来る芸人なんていうタピオカとかが優勝しそうな大会で優勝して、ゴリゴリに正統派の漫才やってんだから。ぴょっくりはんとかの感じの。そうだね、確かに。その名前を固く変えてほしいな。何がいいですかね。まあ次次。でもあんまりそのね大正とかだと歴史がちょっとまだ浅いから。うん。まあそうだね。梶佐久間賞はどうですか。で。梶佐久間賞。来てなかったよ。梶も佐久間も。あ本当ですか。うん、だから誰が来てます。まあ、あやパンリーダーとか。リーダー渡辺リーダー。あ、じゃあいいじゃないですか。渡辺リーダー賞で。生間じゃねえか。ただの。だからいいんじゃないですか。だからよくねえだろ。生間だよ。生間は生間であんだから。いや、違う、生間は批判してるわけじゃないよ。リーダーが、だから、では一応一票入れてくれたってことですよね。そうだよ。リーダーも入れてくれたし。じゃあ、ラママ大賞ですよ。じゃラママじゃん、じゃラママ大賞優勝ですよね。うん。そうです、経歴。いやでもリーダーはでもラママ呼んでくれて次くる優勝して、うん、嬉しかったよ。嬉しかった、うん、次くる優勝するまではね、うん、コーラスラインのオーディションにも受かんなかった。ひどいな。断ったらそんなに落とされて。すっごいコーラスラインで落とされてた。コーラスラインの前で落とされてたから。なんで芸人がコーラス歌わないかんのね。ひどい。あ？うん？なんてなんで芸人がコーラスを歌うと歌わせられてる。いやいや、コーラスラインってそういうんじゃないよ。え？いや、そういうコーナーね。ああ、それは説明不足です。これだっていろんなね、一般の人見てるんです。これはまあまあそうか。それはダメだ。うん、そんなこと言ったら結構大丈夫。そんなに罰重いのかよ。ごめんなさい。そんなこと言ったら結構前からだ。ダメだったんじゃない。そこもわかんないけど、ラママじゃねえかとかもダメなんじゃないの。ラママも大丈夫、知ってる。ラママみんな知ってる。ラママ知ってたらコーラスライン知ってるだろ。コーラスライン大丈夫。じゃあなんでだよ、コーラスラインも知ってるだろ。コーラスラインは大丈夫だな。だいぶいいっすね。だいぶいい、はい、うん、だいぶ良さそう。
僕も今だいぶ髪伸びたんですよ。このほら、こんな伸びてるね。確かに。なんか、うん、面白いかなと思って。面白くはないよ、全然。面白くないですか、うん、髪長いやつしたら。髪長ーって、明らかに長いから。いや、そんな明らかに長くないし、うん、全然。いや、それは僕の学生時代と比べると。いや、さ、学生時代と比べて笑うやつなんかいないだろ。なんでそのザジーとかいるから、その芸人だったら。ザジーはその、ザジーもその、髪長っては受けてないし、もう、その、他いろいろ。それで笑わんやつが悪いよ。いや、コウモリのそれ、ロン毛で面白いレベルじゃない、全然。あ、これ結んでるからです。これ外したら受けもらいます、多分。え？思ったより長いです。本当？こんなに長く。全然長くないじゃん。いや、長くないことはないんだけど。ここがついちゃう。いや、全然、つくぐらいじゃん。いや、ロン毛ってもっとこんないの？もみあげのとこ。いや、面白くないですよ。ここ出さないと。いや、その、ほら。いや、長くないよ。その、ロンバケの時のキムタクぐらいじゃん。そう、長いけど。それを言えばいいロン毛、え？それを言うんすよ。ツッコミの人が。俺がフォローしてくれればいいじゃないですか。ロンバケの時のキムタクじゃねえかって。うん、いや、言うけど。髪色とかもちょっと違うし。うん、それやっぱ、意識してんの？昔のキムタクを。意識してますね。あ、そうなんだ。いや、昔のドラマって良かったよね、から入りますから。まず。すごい先生の。もう説得力はあるかもな。男女コンビなんで。もうちょっと昔のあの木村拓哉やるからみたいな、ね、逆もあるしな、その違うやつやって「おい、キムタクのやつやれ」ってもうとかもねできるし、むずい、この毛の長さを生かした漫才トリッキーすぎるだろ、男女コンビとかじゃなら使わないです、うん、この髪の長さだからできる漫才がやっぱありますからちょっと置くと。でも僕の中で一番長いですね、人生の中で。あ、そうなんだ。今何週目だ ?3 週目か。3週目の人生の中で一番長い。人生3週してたのかな。はい。え、じゃあその今世だけじゃなくて、前世と前々世含めてもってこと、はい、含めてもそうですね。知らないけど、それは。もちろん。うん、でも、いいね。似合ってる、似合ってるわ。あ、ありがとうございます。うん、さすがだわ。やっといいですね、その足目がなくなってきてまともな人間に、うん、まともな人間に、やっと笑える人間になりました、うん、確かにちょっと足目すぎて笑えんかったから、足目すぎて笑えなかったんかい、俺これ笑えなかった期間あった、ありました足目の期間、足目の期間やばいじゃん、やばい、笑えなかったんだ、笑えねえなって思いながら仕上げたってこと、足目に受けた人いないっすね今まで、まあまあ、じゃあこの期間足目にしては受けてた方かな、でも最後はもう足目にしてなかったもんな、なんか分けてた普通に足目は足目と見せない、見せない分けてた、あんまミスんないで、うん、いいんだけどさ、別にさっきまで良かったんですよね、うん、全然良くなくなっちゃった、ちょっと前髪長いなと思って、長かった、ちょっと一歩間違えると、でも長いってダメですもんね、長いのちょっとやだな、そうですね、うん、一歩むずいっすね、カンタさんの髪の毛、うん、最近めっちゃメンズ切ってるんですけど、うん、カンタさんの髪結構むずいっすね、ダントツ、ダントツではないそこはすいません、いろんな人ダントツでやりたかったなっていう、どうせなら、いや、ちゃんと上位ランカーにはやっぱあなたトップ3ぐらいですよとか言ってるんで、そうそう、順位が狂っちゃうんで、そう、そういうことなんだ、そこを嘘するとダメですよ、ね、美容師としての信頼が、そこじゃないよ、美容師の信頼、そこ
あなたの髪のムズ度を人とランキングにして伝えることじゃないよね。そうじゃない別に。そういう職業なんだね。ああ、なんかいいっすね。うん、こんくらいのもみあげをちょっと長めにしてみる。俺このさ、このもみあげむっちゃ嫌なんだけど、これ。これなんでこうやってなっちゃうのすぐ。このもみあげ。すごい短くしてほしい。もみあげをしてほしいんですけど、そこはあえて嫌だよ、こんなんか お猿さんみたいになるんだよ、俺もみあげなんか。どうしたらいいのこれ、管理した方がいいの自分で。でも意味わからんこれ。あれですよね、ルパンとか結構長いっすよ。ルパンみたいにしたくねえんだよ、だからルパンみたいになりたくないんだよ。ルパンは、うん、いいよ。だって小栗旬に似てるって言われてみたんじゃないですか。何回か、人生何回か。小栗旬の実写版ルパンやりましたよね、確か。いや、繋がってこねえよ、それで俺がもみあげ長くていい理由には。で、似合ってたじゃないですか。小栗旬って前髪、もみあげ長いイメージありません？あんまないよ、正直。ない、うん。ルパンはあるけど。で、ちょっと短く。うん、でも、うん、なんかね。どうしたらいいの、俺のもみあげって。普通にここまでなくしたいんだけども。いや、でもあった方が、結構顔のバランスは、まあ、もうちょっと薄くしてもいいですけど、このぐらいはあった方がいいですよ、バランス的に。ここないとなんか、うん。いや、僕絶対マジでこれあった方がいいと思います。ああ、いや、その、マジの部分、マジの部分もちょうだい、ちゃんと。唯一、この1割、この動画は1割だけマジの部分を出そうと思って。習慣そうなんだ。何みたいに言った今。習慣そうなんだって知りません？知らない。昔出てませんでした、小さい頃。知らない。そうなんだっていう本。なんかいろんな豆知識みたいな。そうです、書いてある。ディアゴスティーニみたいな。知らない。そうか、裕福じゃなかったから。なんて言い方するんだよ。うちの親に謝れよ。本とか買ってもらえなかったの。いや、全然そんなことないですよ。そうだそうだ。うん。たまたま通ってこなかっただけだよ。親が稼いでなかったから。もういいこと考えろって。親に謝れ。謝らん。謝れよ。謝らん。なんでだよ。なんでそこだけ意地張るんだよ。稼ぎはね、親がやったわ。謝らんぞ。人の親捕まえて。うわ、謝らん。失礼だな。謝らん。そんなことねえし、別に。絶対謝らん。結構本とか買ってくれたよ。友達出てきても、おやつの一つも出さないだな。うまいって。カンタさんちの親は。出してたよ。いっぱい。いろんなの。出してくれたよ。本も買ってくれたし。ただただ習慣そうなんだに触れてこなかっただけなんだよ。謝らんぞ。謝れよ、早く。見せたらどうすんだよ、これ。年賀状出しても返さんし。返すって。お年玉のあれだけやって。年賀はがきの謝らんで謝れよ。謝らん。見てたらどうするんだよ。見てたら謝る。さか、うん、でもなんかそのさ、結構さ、はい、親ってさ、はい、なんか子供のさ、はい、やつその言わないけど、はい、見てたりするじゃん、そのああ、確かに、そういう仕事とか雑誌なんか載ったとかさ、なんかテレビちょっと出てたとかさ、そうドカントとかですよね。ドカントとかさ、うん、で、なんかさすがにドカントは見てないと思うけど、うん、そのこれ見てたらちょっとびっくりするな、コウモリの YouTube でも全然あるか見てる可能性は。 LINE とか来ないですか、そのたまにそれ関係ない連絡とかでLINE とかします？ LINE でもあんまりしないな、うんうん、たまになんかおめでとう、その次来るとか優勝したらおめでとうぐらいとか、うん、そうだね、うん、ぐらいの感じだと思う。ヘアサロンコモリ見たよ、うん、とかも来ないけど、見てる可能性もゼロじゃないなと思う。で検索したら出てくるし、私のことすごいいじってなかったあでもそれ出すんだけどおかしいぐらい友達してたそれは大丈夫。でもなんかあの爆笑問題さんのラジオ出た時に、うん、あの聞いてたらしくて、うん、
母親が。で、うちの母親は日芸なのよ。日大。で、なんか、牧師さん日芸だから、なんか、うちの母親は日芸なんですよ、みたいな、うん、なこと言ったら、なんか全然知らないのに、あ、お前の、あ、高木だ、みたいな。あのブスだろとかって、なんか言うみたいな、ノリみたいなって。それなんか、大喜びしてた、母親が。ブス当たってますもんね。ブスじゃねえよ。謝らんぞ。謝れよ、お前。謝らん。見てたらどうすんだよ。謝らんぞ。謝れよ。別に爆笑。ブスじゃねえ。別に。地位もないし。かわいい。後輩やけど、謝らんぞ。うちの母親が一番かわいいんだから。お菓子もいっぱい出すし。本もいっぱい買ってくれるんだから。ただただ俺が習慣そうなのに触れてなかっただけで。そんなブスとか言われる人じゃない。そういう映画 なかったでしたっけ、うん、週刊そうなんだを見てなかっただけなのに、うん、スマホ落としただけなのに、ね、それか全然違えよ、すいません、なんだそのニッチな映画週刊そうなんだを触れてこなかっただけなのにでも今なんかマクドナルドでなんすかなんだよそれマックドナルドいやマックマックって言いますよ、ね、マックマックって言うけどそのマクドナルド確かになんでだろうな、うんうん、マクドナルドマクじゃんなマックドナルドですよねだからなんで言い方マックドナルドで、うん、あの平成やってますよね今ああやってるヘラエライザーが浜崎あゆみの感じで、うん、やってるねまた平成来るかもしれないですね平成はもう来てんじゃない今結構普通に平成ブーム、まあ、もっと来るかもなもうあれって開始されてる平成のノリ平成のノリじゃなくてマックあのマックあまだ出てないか、うん、そうでも CM やってるってことはもうもう出てないですかルーソックスとか履いてましたか学生の頃俺は履いてねえよ履いてないですか男子学生だったからちょっとあんまりこういうの言うとあれだけど時代的にな、うん、ルーズソックスはでも俺らの時でもないよあんまりもっと上でしたっけ、うん、もうちょい上カブさんおギャルでしたっけなんで汚くするんだよギャルじゃないですかおギャルってあったけど、そういう文化浜田ブリトニーさんとかだっけその感じでしたの感じとかでもギャルじゃないよ俺ギャルじゃないって私別にギャルではあるけどギャルじゃないギャルじゃないギャルでもないそもそも汚くもないし、うん、すっげえ口に入っちゃったおギャルのツッコミしたら髪が口に入っちゃったでもまだその頃のパラパラとか覚えてますけど踊ってねえんだよ俺ギャルじゃねえから踊ってねえんだよ時代もちょっと違うし、うん、でもすごい好き俺パラパラはパラパラ好きですか、うん、見ちゃうでも絶対また流行ると思いますよあ TikTok でパラパラとかなんかや今っぽくなんかやったらってんの絶対やってないですけどそういうのやったら絶対バズりそうパラパラやろうかな、うんうん、確かにお母さんとパラパラやったり巻き込むなよなんでですかもうゆっくり暮らしてんだからさ。なんなのねえ、謝ってよ。謝らんぞ。巻き込むなって母親を。で、俺が週刊そうなんだ触れてこなかったばっかりに。映画みたいに言うな。言ってないっすよ。言ってないっすよって言っちゃって、なんか。でも俺平成盛り上げたいって気持ちあるよ。うん。僕もあります。適当言うなよ。さっきお前何もないとか言ってたじゃん。なんか平成に対してはみたいな。いいパラパラやらないとか言ってたじゃないですか。まあでもやっても全然いいと思う。パラパラに合わせて髪伸ばしてんの。こう動くときに。いやでも確かにパラパラ時代の髪型ではあるけど。そうですね。
うん、襟足長くない？そんなことない？まあ、ちょいこのバランス的には長いとか、まあ普通ぐらいにしてあります。長いとはないんですけど。短いといつもとちょっと同じだなと思って、ちょっと、まあ、まあ長くないです。普通のベスト、まあジャストサイズぐらいに、うん、襟足がこっからこのぐらいに長え、見えないだけどそんなあんのこんなもんか。まあバランスは別にこんなもんじゃない、ちょっと長いぐらいでも、まあ通常、おー、そうですね、通常、まあ、通常はこれぐらい、うん、興奮するともうちょっと伸びますね。え、そのチンコみたいになってんの？いや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 。俺の襟足？伸びないくせに。おい、失礼だな。おい、伸びるって、俺のチンコ。じゃあシャンプーします。聞けよ。俺のチンコのやつ。いっぱいチンコの話してたから、他のお客さんもいそうなの。恥を忍んで。なんかシャンプーしてくんで気持ちかったら気持ちいいって言ってください。あんまねえよ、声に出して。気持ちいい。僕も気持ちいいよ。なんでだよ。うちの子は共に気持ちくなるシャンプーっていうコンセプトで、コンセプトでやってます。珍しいよ、一緒にシャンプーで気持ちよくなろうっていうコンセプトです。じゃあ泡立てます。あんま聞いたことない泡立てます宣言。泡立ちましたちゃんとね、結果を報告してくれる。泡立った泡がこれですね。もう見せんな、あんま。おい、びっくりした。目つぶってるから、もう。てか、あれみたいなのかけろって、あの薄いガーゼみたいなのかけろよ、お前シャンプーするとき鼻息で吹き飛ぶやつ。岡本のガーゼですか。いや、薄いで、そのコンドームみたいなこと言うなよ、お前マジですぐそんなコンドームとかの話しちゃうのお前サインだけ僕出してるんですよ。え、それサイン、ヒントで、岡本のガーゼですかって言われて、何のこととか言ってくれればいい。いや、分かるもんだってそのなんで俺かまととぶらなきゃいけないんだろう。分かるもん。別に俺が別にエロくないとかは言ってないけど、そのエロい話がしたいとは言ってないから別に。自分を演出しないと、守るとこ守らない。嫌だろ俺、なんか薄いやつ、岡本の、岡本ってなんか言ってる31の男やだろ。いやいや、別に、うん、管理部位か、性知識なさすぎる。女性わかんないから岡本って言って、別に。じゃあわかるだろ、何にしといたら。女性の方がわかるだろ、なんだったら。そうなんですか、うん、知らんけど。なんでよ、そんな言うの、コンドームの話とか。他にお客さんもいるかもしれない。コンドームで。それだったらいいです。え？コンドームだったらいいですよ、ね。コンドームってなんだよ。なんだよ、コンドームって。コンドームってなんだよ。あの、あれですよ。え？なんだって。トビアガーデン、コンドームですよ。なんだその、避妊戦士。やめましょう。何が避妊戦士。避妊戦士コンドームじゃないの。アムロ行きます , 笑っちゃったすごい笑っちゃった。あんま知らねえんだよな、ガンダム。もう必死なアムロ行きますマジで来なくなりますよ。やめてください、監督さん。ね、女性の一般のお客さんもやってるんで、来なくなっちゃいますから、やめてください。遅くない？とも言うの、うん、もう。いや、さっきの流れにさ、うん、つなげてさ、うん、
その、なんでその、17秒ぐらい黙ったと言ったの？冷静の17秒で考えるんですか、ちゃんと考えた結果、それが出たってことね。一般のお客さんは女性客の方が多い？ああ、そうですね。なんかどっちが得意とかあるの？ああ、どっちも得意ですね。すごいな。はい、左手とかね。安心はで、安心できるな。いや、安心安全のって。言ってないけど、安心できるなって思って。どっちも得意ですって言ってくれた方が。安心率何パーセントですか？パーセントとか考えたことないけど、ね、99.9、 まあ 80% ぐらいじゃない、まあ、言ってるだけだからな自分で、どっちも得意ですって嫌はできるから。俺さあの飯全然興味ないのよ。あ、そうなんですか。でセンスとかもないんだけどさ、もちろん、もちろんは失礼だろ。難しいな。まあ、ちょっとシャンプーパート終わりそうだからやめとくわ、この話は。サイズ感間違えた。エピソードトークの。めちゃくちゃ間違えた。めっちゃ落ちてくる。何で俺髪切ってシャンプーした背伸びの。背伸び伸びました。伸びました背伸び。懐かしすぎるだろ、背伸び。よく出てきたな。背伸びってそんな本当に背伸びるのあれ。いつから販売してないんだよ、セノビーなんて。コンビニもないっすか？ねえよ、セノビーなんか。ね、もう20年は見てねえんじゃないの。セノビー。前髪にどうします？あります？下ろします？ああ、どっちがいいと思う？ねえ、どっちが似合う？下ろしましょう。あ、下ろす？下ろしね。じゃあ下ろして。大根の言い方すんな、お前。おろし。ずっといるな、この虫。いや、そうは無視。ここに来て最低級のユーモアが。的に、横は膨らみやすいので、あそこと一緒で、だいぶ抑えてください。あそこと違って。なんなんすよ、チン。あ、チンコは抑えなくていい。はい。で、あのトップはあのちょっと立ち上げた方がいいんで、ここは結構立ち上げてください、あそこと一緒で。うるせえよ。髪型の全パートでチンコになぞらえて言ってくるじゃん。襟足は？襟足は？襟足はもうでっかくていいんで、あそこと一緒で。でっかい方がいい。でっかいってなんだよ、襟足が。襟足はでっかい方がいい。でっかいってなんだよ。でっかいのがでっかくて硬い。でっかくて硬い方。女子喜ぶと思います、あそこと一緒で。そうだよ。遊びすぎるだろ。
この後あの軟水の大川内くん、うん、起きるんですけど、うん、やっぱその、ま、下ネタには全く一回もなったことないぐらいなったりね、本当なる人とならない人がやっぱいるんです。何が言いてんだよ。お兄さんがそういうのがお好きということですね。俺からやってないじゃん、全然。一回も俺から仕掛けてない。全部お前からじゃん。あそこと一緒でもそうですさ、進行ローンとかさ。お母さんがみたいなこと言ってるじゃん。お母さん下ネタじゃねえよ。一番遠いんだから、お母さんが。大川内とは何を喋るの。だいたいなんか、お笑いの話ですね。そんな日もあんのかよ、うん。政治とかの話だけしよう。なんかそういう風にのもできるって思われたいでしょ、俺。時事切るみたいなやつ。政治っていうのはその政治上の話ですか。俺政治上略して政治って言わねえよ。せ、うん、最悪だわ。あのかエロいやつみたいに仕立て上げられて。トリートメントの間ぐらいの。おお、そうなんだ。最近はこれでみんなやってます。あ、みんな全員全員これすごいですよ。あ、そうなんだ、はい、あの、その天然のものしか使ってないんで、ワックスとかじゃなくて、おお、その匂いとかも。あ、めっちゃいい、はい、結構高そうだな。いや、これはでも一瓶で2000円ちょいで、まあ、うん、そんな高くないか、2000何百円で、うん、まあ、半年ぐらい使える。うん、半年そんなに結構入ってます。マジ、はい、しかも何がすごいって、うん、何してんの。顔になってる。え、そのなんか美容液になるみたいなことじゃなくて、顔に塗っただけ。ただだってそのワックスとかでもできるだろう。見てください、ここ。え、飲んでください。リップ、ハンド、ヘア用クリーム。うわ、ほんとだ。そうなんですよ。すごっ。これを1個、カバンに入れとくだけで、万能に使える。うん、ええー、めっちゃいいじゃん。万能エイジです。お前、万能エイジみたいに言うな。おいおい。お前、こうなっちゃうんです。万能エイジみたいに言うなよ。ほんとに困っちゃうな。でもいいですね、これ。ね。なんか最近ワックスのツンツンみたいなのもあんまり女性受けよくないんで、こういう感じでちょっと自然に。なるほどね。天然の僕ですよみたいな感じをアピールして。こっちもモテる。はい、本当モテると思います、こっちの方が。マジ押していこうよ。最後試合流で、うん、うん、なんその顔、なんだその顔。ちょっと待てよ。ああ、キムタクだった。あの頃の。これがお笑いです。ロンバッキムタク、はい、これお笑いじゃねえよ。おふざけだよ今の。これが僕らのお笑いです。アンデスラスカイみたいに締めたけど。さあ、ということで今日も僕らのお笑い見ていただけたでしょうか。ウェッチな話しかしてなかったよ、なんか。いい感じに、まあ、これぐらいでシンプルな感じ、うん、めっちゃいい、いいですね。ありがとう。そういう感じで、うん、ではでは、また皆さん今宵もお待ちしております。
死ぬことだったっけ。なんかバーコンセプトの爆食いみたいな。じゃあ、真っ昼間の美容院だから。最後、これが何かかきり変わって、ロックグラスの氷が溶けてくる。氷が溶けてて、なんかその、はい、看板のネオンが消えるみたいな。これも乾杯。そんなんじゃねえだろ。